FM コザセーフティラジオ、あなたの生活に安心を。時刻は10時になりました。この時間は FM コザより防災防犯情報番組をお届けいたします。この番組は FM コザセーフティラジオ、あなたの生活に安心をです。お相手は FM コザ本山です。本日は4月の11日火曜日ですね。すごくですね、最高の土日から暖かくなってきたんですけれども、皆さんこうどうですかね。私はこの衣替えというのか夏服をちょっとずつ出し始めて、なんかこうこの後寒くなるのかなとか思いつつ、もうだんだんと冬服はしまい始めています。今日もとってもなんていうんだろう、もわもわというか湿気が多くてですね、なんか蒸し暑い感じですね。で、今日の天気なんですけれども、曇り昼前から一時雨、ところにより朝から昼過ぎに雷を伴うということですね。でも確かに暑い、暖かいではあるんですけど、雲はすごいこう薄暗い感じの雲が広がっていますね。で、日中の最高気温は24度、降水確率はお昼まで 60%、 その後6時まで 40%、6時以降は 10% とすごく変動があるみたいです。そしてですね、風は南西の風のち北西の風やや強い、そして波の高さは2メートルのち 2.5 メートルになるということです。沖縄本島では昼過ぎにかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、そして急な強い雨に注意してください。そして昼前まで濃霧、霧による視界障害に注意してくださいということです。いろいろ気温の変化も気をつけつつ、皆さんもぜひ、体調の変化も、体調にも気をつけてお過ごしください。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 761@fmkoza.jp です。また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽にコメントなどもお待ちしております。それでは一旦 CM です。この時間は FM コザセーフティラジオ、あなたの生活に安心をお届けしていきます。この時間は沖縄市防災課からのお知らせです。沖縄市防災課から家庭内の防災会議についてです。日頃から家庭内での防災意識を高めることが重要です。もしも大きな地震が来たら、
津波がやってきたら、近所で大きな火災があったら、台風シーズンに備えるには、など起こりうる天災災害について話し合う時間を持ちましょう。普段から話し合うことで、いざという時に慌てずに行動が取れるようになります。次のようなことを話し合い、それぞれの分担などを決めておくことも大変重要です。家の中でどこが一番安全か、救急医薬品や火器などの点検、幼児や高齢者は誰が責任を持つか、避難所・避難路はどこにあるか、非常持ち出し袋の中身・置き場所の確認、昼の場合・夜の場合の違いの確認など、また近所の方々や近くに住むご家族や高齢者とも話し合える時間を取るようにしましょう。繰り返します。沖縄市防災課から家庭内の防災会議についてです。日頃から家庭内での防災意識を高めることが重要です。もしも大きな地震が来たら、津波がやってきたら、近所で大きな火災があったら、台風シーズンに備えるには、など、起こりうる天災災害について話し合う時間を持ちましょう。普段から話し合うことで、いざという時に慌てずに行動が取れるようになります。次のようなことを話し合い、それぞれの分担などを決めておくことも大変重要です。家の中でどこが一番安全か、救急医薬品や火器などの点検、幼児や高齢者は誰が責任を持つか、避難所・避難路はどこにあるか、非常持ち出し袋の中身・置き場所の確認、昼の場合・夜の場合の違いの確認など、また近所の方々や近くに住むご家族や高齢者とも話し合える時間を取るようにしましょう。以上、沖縄市防災課から家庭内の防災会議についてでした。時刻は10時8分を回っております。この時間は FM コザセーフティーラジオ、あなたの生活に安心をお届けしております。この時間はゲストさんのコーナーなんですけれども、今週もちょっとゲストさんはいなくてですね、来週からゲストさんお呼びしていきたいと思います。ですね、今日の放送は今までの放送を少し振り返ろうかなと思っておりまして、もう新年度になっちゃったんですけれどもね、きっと3月の終わり頃にこれをやるべきだったんですけれども、やらなかったんですよ。というか詰めすぎててやれなくてちょっと時間は経ってしまったんですけれども、今日ちょっと今までのものに振り返りをして、そして今後どうしていきたいかをちょっとこの番組中に考えようかなと思っております。そしてですね、ツイキャスでも今たくさんの方にご覧いただいておりまして、ありがとうございます。おはようございます。コメントもいただいております。恋するかっちゃんさん、たろすけさん、おはようございます。そしてココさんは静岡から聞いていますが、雪の降らない静岡市はここのところとても寒いです。そして今日は寒い春の雨ということでコメントいただいております。すごい、静岡から聞いていただいてるんですね。で、この雪の降らないから、雪が降らないから寒いってすごいわかるんですよ。私出身新潟県でして、雪が降ると気温がちょっと上がる気がするんですよね。なんでか謎なんですけれども、なんか理由はあると思うんですけど、
あの雪が降りそうで降らない時が一番寒いですね。はい、そしてルドルフさんからも、おはようです、今日も元気にということでいただいておりまして、ルドルフさんは沖縄大阪に住んでいる方でいつもコメントいただいているんですけれども、神戸の震災を経験して思ったこと、大きな災害には防災は無理かもということなんですけれども、わかります、これもすごくわかります。どんだけ例えばなんていうんですかね、地震の時はじゃあ頭を隠しましょうとか言って机の下に潜ったとしても、例えば天井が落ちてきてしまったら机ごと潰されてしまうとかも想像できますし、うん、そしたら役に立たないんじゃないかっていうのもすごくわかるんですけど、多分すごくなんていうんですかね、防災について日頃から考えることでなんか気づきがいっぱいあると思うんですよね。で、それは防災をやっているはずなのにそれ以外のことにも活かせるものだったりとか、うん、なんかいざっていう時に必ず役に立つかっていうのはすごく、私もこれをやってて自信はないし、だってね、それこそ昨日ちょっと話を聞いてた時に、こう近町の道路の標識で流れ玉注意みたいな看板があるって聞いたんですけど、それはその基地で練習してる銃の弾が道路に来ちゃうってことみたいなんですけど、そんなのも注意できることじゃないですし防げるにはもうその道を通らないっていうことですけど、でもどの道路を通っててもそういう危険はきっとあって、うん、それこそ本当にたまに大きなニュースとかになる車がいきなり突っ込んできたっていうのもどこでいつ起きるかわからないですし、もしかしたら今も起きる可能性もあるかもしれないですし、うん、そうですね、もしかしたら力及ばないこともあるかもしれないんですけれども、でも考えることは無駄ではないと思います。はい、そしてそのルドルフさんからですね、その日に家が潰れてしまうと逃げれないんですよっていうことで、はい、これもわかります。何軒もですね、潰れてる家も見ましたし、火事で焼けている家も見たし、その家のそばには多分新車であろう方のこう形をしてる、あ、これこういう最近出たあの車だなってわかるくらいの車が丸焦げになって、すっごいなんか何十年も経ったみたいな形で置いてあったのも見ました。うん、きっとルドルフさんもいろんな景色を見たんでしょうね。うん。で、この防災防犯情報番組として私はこのナビゲーターというかパーソナリティというかこう喋っているんですけれども、もちろん私もまだまだ知らないことはたくさんあって、無知なところもたくさんあってこうやって発信する場にいるのも時には少し自信もなくなる時もあるんですけれども、それでもそのどんな人でも人より経験してることってあると思うんですよね、きっと。そうなんですよ。で、私はその先ほども言ったし、今までの放送でも結構何回か言っていて、やっぱり自分にとって大事なことだったんだなって思うんですけど、出身が新潟県っていうことで、すごくですね、しかも田舎なんですよ、おばあちゃん家が。ので、多分人より多めに自然災害を経験しています。もう本当に地震で言ったら、中越の大きな地震とか、長野の、なんていうんですか、新潟県ってでっかい、長いんですよ、意外に。で、沖縄に例えると、自分が住んでる位置が、こう那覇みたいな下の方なんですね。
そうすると新潟県って言っても長野県の方が近くて、その なんていうんですかね、首都的には同じ県内の新潟市よりも長野市の方が近くて、これなんていうんですかね、生活の中心が一応長野に合わせるというか、難しいんですけど言い方が難しいんですけど、なので中越も長岡、中越と長野で2日連続で大きな地震があった。確かあれ2004年だったかな、2010年だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、大きな地震ありましたよね。でその中越と長野の真ん中の地域だから、どっちも大きな経験、大きな地震だったんですよなんですけど、やっぱりもうそれ以外にも頻繁に地震はあって、それこそ本当に震度4とかもうありすぎて、みんなまただよみたいなくらいになっちゃいますし、でこの中越の地震の年何年かっていうのを今私思い出せなかったんですけど、っていうのもきっとその日にすごく辛い思いをした人はいたと思うんですけど、中越の本当に震源のところの人とかなんですけど、その実際私が住んでいる時にはそういう情報はあまり入ってこなかったんですよ。それはまあ私がきっとその時あんまり防災防犯に対して関心が薄かったっていうのもあると思いますけれども、こう世間的にも関心が薄かったんではないかなと思います。で沖縄で離れた時に、あ、これは当たり前にしてはいけないことなんだっていうことに気づきまして、で今自分の経験を少しでもと思って話してますね。でこの地震以外にも、例えばあのおばあちゃんの家のなんかそのおばあちゃんの家の裏本当にすぐそばに雷が落ちたりとかあったんですよ。なんか本当は雷って高いところに落ちるらしいんですけれども、なんかいろんな偶然が重なって家の真横に落ちたんですね。その多分家から測ったら50センチくらいのところに落ちて、でそこがめちゃくちゃ深い穴になってるんですよそれがですね、あのすごい驚きましたね。であのその時おばあちゃんが一人暮らしをしてたんですけど、すごい振動だったと言っていたりとか、あとはその川の氾濫ですね。川、大雨で川がこう全部溢れてしまって道路が通れなくなってしまったりとか、あとは親戚のおばさんの家でこうなんていうんですかね、盆地、こうくぼんでる山の狭間にある地域に住んでる方なんですけど、そのこう山の途中というか家が建ってるところよりも上のところに川が通っていて、そこにあのある方がホース、なんかいらないもの、自分のいらないものを処分するのが嫌だからって言って川の中に捨ててしまったらしいんですねダメなんですけれども、なんかそういうことがあったようで、でそれによって普段は溢れるはずのない川が溢れて、みんな床上まで行ってましたね。床上浸水してしまって、でそこの地域ってあの木造建築で畳を敷いている家が多かったんですけど、畳も全部剥がして中の泥も全部取ってっていう大変なことがありまして、でその時にもう大変、もう全然手に負えないからって言って、その親戚一同が集まってみんなで掃除をしたりとかしました。はい、すごく話してしまったんですけれどもはい、とあとまたルドロフさんからコメントいただいておりますね。先ほどの件に関して、確かに防災以外のものに役立つものがありますねっていうことでいただきました。
そして雪は0度でそれ以外はマイナスになるかもですね。さっきの雪が降ったら暖かくなるって話ですね、きっと。うんうん。で、あとタルスケさん、タルスケさんも茨城県に住んでいる方ですね。東日本大震災を経験して微力ながらいろんなことに気づかされました。一昨年は水害も経験して、川がある以上いつまた氾濫するか怖いですということなんですけれども、いやー本当に東日本大震災、こう先ほど私は地震には慣れてしまったって言ったんですけれども、その地震であんなことが、津波がすごいこう威力を持つなんて思っていなくて、私もわ地震ってやっぱり怖いものなんだっていうことも思いましたし、でそれによってやっぱりなんか考えたことはありますよね、本当に。でその当時ですね、私もそのこの震災とかに興味を持ち出してから、そういう現地に行った人の声とかをよく聞くんですけれども、そういう方ってなんて言うんですかね、自分にできることをその時に探したみたいなんですよ。こう誰かを元気づけたりとか喜ばせたりするために自分は何ができるんだろうって思っていたら、ただの趣味だと思っていた絵を描くことが誰かを幸せにできるとか、ただ自分のために歌っていた歌が誰かの心を癒すことができるとか、そういうことに気づいたそうで、普段の日常もすごく生きがいを感じるようになったっていうふうに聞いて、すごいなって思います。だからきっとそれって普段からも同じですよね。自分にできること、どうやったら、なんだろう、自分は何をしたら楽しいかなとか、どうしたら誰かのためになれるかなっていうのは普段から考えられたら、また素晴らしい人生になっていきそうですよね。そして恋するかっちゃんさん、コメントいただいております。かっちゃんさんは神戸の方ですね。新潟県中越地震は2004年の10月23日午後5時56分でしたよ、ということで情報いただきました。そうそう、夕飯の時間だったんですよ。そう、秋でねすごい覚えてます、あの光景は覚えてます。こうお母さんとおばあちゃんの家に遊びに行っていて、で夕ご飯の準備をしていたんですよ。でおばあちゃんが天ぷらを揚げていて、でお母さんがこういろいろお皿とかを準備していて、私はその時はテレビを見ていてお手伝いしてなかったんですけどその時にいきなり地震が来て、お母さんが机の下に潜りなさいって叫ばれて、でおばあちゃん平然と天ぷら揚げてるんですよでお母さんが天ぷら危ないから火消してみたいな言ってて、でやっぱりこの新潟で地震は多いって言っても、そのやっぱり私は阪神大震災の時はまだ生まれて2歳だったので全然わからないんですけど、親たちの世代っていうのはすごくやっぱ地震に対してその阪神大震災の経験上からすごく危機感を持っていて、その阪神大震災は火事がすごかったっていうことで、確かお昼の時間だったんでしたっけ、あ違いますね、そのご飯の支度の時間で、でそのコンロの火とかを使ってた方が多くて、そこから出火してしまったっていう事例をすごくなんかみんな聞いてるみたいで、親とかもすごい火には敏感で、火だけはすごいピリピリしてましたね、はい、そして恋するかっちゃんさん、阪神大震災は平成7年の1月17日午前5時46分朝なんですね。うん、俺は震度7の経験をしたっていうことですね。怖かったですよね、きっと。
あの地震のシミュレーションとか震度のシミュレーションとかあるんですけど、あんなの全然シミュレーションじゃないですからねもっと全体から音もすごいし、なんか崩れてくるんじゃないかっていう恐怖もすごいありますよね。はい、ということでですね、今日は今までの振り返りをしながらこれからを見つけていこうっていうことだったんですけれども、なんかコメントの方々にツイキャスの方々に助けられまして、私は振り返りというよりも自分の意思を確認するような今日は30分でした皆様もどうでしょうか。防災防犯に対して日頃からですね気をつけることで、いざという時救えたりとか、また日常をより良くできたりしますので、ぜひ人とのつながりを大切に過ごしていきましょう。それでは今週もありがとうございました。 FM コザセーフティーラジオでした。